天にライジャ、地にダルギスの加護を受け、私が生まれ、そして育った大地。悠久の風と豊かな恵みを大地に与える。ここは聖地ストゥーリア。恵みを与えられすぎてそんなに太ったの？でもそんなストゥーリアの大地に200年前から異形の者たち、モンスターが現れるようになった。時の魔導士にさえもその存在が私たちのいる世界とは違う場所から来たってことしか分かってない。彼らは何をもとにこの大地に君臨したのか。まさかライザも送られてきたの？まあそのモンスターがいるおかげで騎士なんて職業につけたわけだけどね。ライザには転職だと思う。今の私は六等騎士、できるなら最高の名誉である一等騎士になりたい。無理なんじゃない？ちょっと何ごちゃごちゃ言ってんのよ。私何も言ってないよ。ふーん。あ、自己紹介が遅れたわ。私の名はライザ。等級を上げるためにモンスター退治をしている旅の騎士。そしてどっから見ても怪しいこのへそ出し女は相棒の魔導士アニタ。ひどい！へそ出し女とは何よ、へそ出し女とは。それに私は普通の魔導士じゃなくて偉大なる魔導士バライス様に直接指導を受けているエリートなんですからね。やっぱツッコミ入れてんじゃないのよ、人の話に。騎士を侮辱するとはいい根性してんじゃない？だって一人でシリアスに世界観解説してるんだもん。シリアスで悪かったわね。だっていつも食べることと寝ることしか考えてないじゃない。もう一度言って、よく聞き取れなかったから。で、南の森のモンスター退治にはいつ行ってもらえるのかな？やだおじいちゃんたら。やんだおじいちゃんたら。じゃないわ、とっとと森に行ってこんか。